やっほー。今日はねちょっといつもと配信の場所が違うけど、壁が、こんばんは。暗い部屋、明かり暗いかな、なんか画質いい、マジで部屋暗い。今日はね電気をいつもより暗いので、鬼瓦ちゃうわ。画質いいの、嘘やん。いつもより画質いい。ちょっと恥ずかしいな。それは画質いいんや。首大丈夫？いや首がね今こっから動かせんくて、モバミに変えたんやけど、今日起きてからずっと首が痛くて、こっちには動かせるんよこうやって。でもなこっちがもうこれ以上いかん。いてててて、あちゃちゃあちゃちゃ、もうね今日一日生活がつらかった。寝違えたんやと思うけど、どうなんやろ、多分そう。モバメに2届いたよ。あ、本当？よかった。でもさ、昼過ぎに送ったのがさ、多分さっき届いたよね。18時くらいに届かんかった？湿布、あ、湿布。湿布。あるかな？ちょっと見てくるな、湿布。ちょっと待ってな。ミカニャのモバメおもろい、マジで嬉しい、ありがとう。あったけど、あー、いたたた霊感、肩こり、内身、筋肉痛ってやつと、これ湿布貼って意味あるのかな。霊感、こり、痛みを和らげるハリックス55EXめちゃめちゃ汚いやつを貼ってみる。これはなんかどっか痛めた時に劇場で袋ごとあげるよって言われて、これ意味あるんかな貼って。商品名バリバリ言うてるやん。そう、あ、めっちゃいい匂いする、このね湿布の匂い。好きなんよ、みかな、どう、みんな好き？湿布の匂い大好き、みかにゃん大好きすぎる、嬉しい、嬉しすぎる。髪の毛巻き込まんようにな、確かに。ちょ待って、これ取れんのやけどどうやって取んの。めっちゃいい匂いする。いやこれさ、ここが取れんのやけど、寝違えた時は首を揉みほぐしたらダメみたい。え、嘘や、ミカのめっちゃ揉みほぐしたんやけど今日。どうしたらいいんじゃ。真ん中に剥がすとこないないない。これ湿布じゃないん？なんか湿布ってこれじゃなくない？そう、湿布ってあれやん、なんか伸びるやつやん。これ違うやん、なんか布やん。これもでも違う気がする。これは湿布？
シップってあれやろ、肌色やろ。これだってさ、これシップじゃないよね。これもあるの、これもシップ、これはシップ、これは何、これ開けた方がいいじゃん。ちょ、ん、これ、いやでもこれ剥がれんのよ。どうやって剥がすん。どうやって剥がすん。これ多分なんかの半分で切ったちゃうか、全部これか。うん、ムカつく。今日のメイカナかわいい、ほんと嬉しい。ちょっとこっちで、こっちでやってみるかな。開けてみます。いやこっちも同じやないか、なんや。あでも剥がしやすそう。あ剥がれた。でいい、ああ気持ちいい、気持ちいい。なんかなんか思ったよりでかくて、なんかなんでか、ちょっと待って、あこれこんなサイズいらんなね。切ればよかった。あー気持ちいい、喉冷えるな確かに。切ってから貼ればよかった。今切ったら遅いかな。ハサミがあるんすよ、ちょうど。遅い？だってさ、ちょっとかっこ悪くない？このいや切れんなこれ、素材的にちょっと無理やったわ。気持ちいい。危ないな。でも今はさ、今来た人とかさ、後から来た人からなんかこいつ首白くねって、なんかついてねって。大丈夫？違う、ここが書いたいんやけど、なんか後ろやったらさ、なんか髪の毛絡めそうじゃん。大丈夫か。テロップに書く。ちょっと今日首白いですって書こうかな。18歳になって何か変わりました。何も変わらんな。ちょっと後ろにしようかな、やっぱ。でも髪の毛さ絡まるよねこれ。前髪ってそれで正解、正解じゃない、一生正解はない。ちょっと手で隠しとこう。
マフラー誰かに貼ってもらうのがいい。確かにまだ髪の毛伸ばすの、いや切ろうかなって思うけど悩み中。まあ切るとしてもまだまだ後だね。今はちょっと外出ないから必要じゃない外出はね。みんな髪の毛切るやん。そんなみんな切っとるかな。行きたい場所がさ、え、今日届いたモバメの写真前と同じのだった。やっぱなんか送った気するけど送ってない気するなと思いながら送ったけど、前送ったっけ、あの5つ目やろ、5つ目やな、前送った気がしたけど、どうやろ。同じ写真でも全て保存する描いた絵見せてください。いやー下手なんで、てか完成してない。セミロングミカナ見てみたい。セミロングってどこなんやろ今は。何ロング、でも切ってセミロングじゃない今。めっちゃ剥がれるこれ。今セミロングじゃない、ロングなんかな。めっちゃ剥がれるやんこれ。首長族みたい。そう首長いんよね。布タイプは剥がれやすい。これ布タイプ、これ布タイプなんか。2通目の写真にはあーってなった。どういうあー、何送ったっけ、あれか。ハイネック着たらよかった。確かに持ってない、こんな隠れるのは。あ、マイメロカフェのやつ？送った？あれ送ったことあったっけ？あれもな、送ったかなと思いながら。セーター T シャツは手書き、どうやろな。まあ手書きなんやけど、そんなね、じらす必要もないから手書きなんやけど。でもね、その完成した画像が送られてきたんやけど、なんか全然微妙かもって思った。なんかね、思う感じに書けんかったけど、まあ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 、それはそれでと思ってくれたら嬉しい。首痛い。チークつけてる、チークつけてない。電話の宣伝しとか、そうみんな見ましたか、電話のなんていうんやっけ、生電話のナンバ式なんちゃみたいな、ね、ちゃうっけ、なんやっけ、リンリンリン。リン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 ってやつ。あれみんな応募してくれました、お申し込んだよって、ありがとう。
めっちゃおもろくない？電話30秒とかすぐ終わるやんな。ね、30秒やから少しだけかもやけど、でも意外とあるんかな、話せる気がしないね。緊張しそう。山本ゆうかだから電話の通知来るのめっちゃ嬉しくない？みんな申し込んでください、よかったら。みかなさ、会って話すのめ、まあ人見知りやから苦手なんやけどさ、それ以上に電話が苦手なんよね。だからみかながそっち側っていうか、なんていうの、ミカナもし推しメンと電話できるとか言われたら絶対無理だ。電話ってさ、なんかさ、顔から伝わるものってあるやん。なんかさ、人見知りとか話すの苦手でもさ、そのジェスチャーとか顔表情とかでの会話が成り立つことってあるじゃん、その間とかで。でもさ、声だけってさ伝わりづらいよね。やから緊張する。目を見合わせて話したい。確かに、まあそれは思っとめんな。電話で一方的に自分の作詞作曲の歌を歌うのはあり。ありめちゃめちゃおもろいやん。テレビ電話したいね。緊張したら終わりのパターン。確かに、一言も喋らず終わりそう、みかなやったら。でも楽しみやな。一方的ラブソングは面白いな。おもろい。30秒経ったらすぐ切りされんのかな、どうなんやろうな。でもなんか書いてあったくない、時間があったら会話中でも切らせてもらいますみたいな。だからブチ切りなんじゃない？直接だと沈黙も楽しめるけど、確かにそうやな。ジャンレディ楽しかった。楽しかった。そう、昨日あのラジオのジャンレディの収録してきたけどめっちゃ楽しかった。間もなくですくらいは欲しい。確かに。首どうしたの？首はなんか寝違えたかなんかでやっちゃったんですよ。初めてでもリンリンリン申し込んでいい？うん。どういうこと？初めてでもって？握手来たことなくてもってことかな。あ、そっか、握手会とか来たことないけどこれ申し込むみたいな人っておるんかな。ナダルさんみたいなタートルネックやと思った。あー、確かに。ちょっと恥ずかしい。どうしよう、首出しとく？でも髪の毛耳かけたらちょっと顔の余白が丸見えで恥ずかしいから嫌やわ。
カーテンと同化してる。確かに。もうこれで話すか。何時頃まで起きとった。何時頃やろう。あでも、6時とかかな。今日の夜は6時くらい、6時過ぎとかに寝たかも。なんかいつも寝れんくて、携帯とか見ながら眠くなるの待つんやけど、なんか暇やなと思いながら、でもやっとやること見つかった時に眠くなるんよ。昨日は今ネットフリックスで窓マギを途中まで見とんやけど、それを見る気になった途端眠くなったから10分くらい見て寝た。なんかね、そうザイタクオータで電話やったら申し込もうかなってなって申し込もうかなって子いるで。ああ確かに、握手会は勇気いるけどみたいな。確かにな、行くのめんどいけどみたいな。確かに交通費もかからんしな。交通費があれで握手会来るのできんかった人とかいいやん。地方の方とか、シュペリース、シュペリースめっちゃ好き。ペコパポーズマジかわいい。そう、いつやっけな、おととい、おとといか昨日、昨日か、昨日のマーバメにこのポーズの写真送って、なんでしょうって、何のポーズでしょうっていうのを書いたんやけど、返信見たらほとんど分かってなかった。みんな2割くらい、2、3割くらいしか分かってなくて、意外ともうみんなすぐ分かるもんやと思った。仕事してくる、頑張って。口はしてないよ、こうやって笑っちゃった、こうやってうーってしとけばよかったかな。めっちゃシップの匂いが来る。シュペでーす。お腹大丈夫、お腹大丈夫、全然大丈夫やった。でもよく考えれば、あそう、あのね、あれなんよ、さっきね食器用洗剤を飲んだんよ、誤飲しちゃって、それをモバメに書いたんやけど、でもよく考えればさ、食器用洗剤ってさ、誤飲しても多少水で薄めたやつやったらね、食器用なんやからね、大した問題はないよね。漂白剤入りの水飲んだことある。やっぱそれやばそう。野菜洗えたりするから、ああそういう時は牛乳飲むのがいい。そう調べたらそうやって書いてあって、牛乳か水をみたいな。でも牛乳ないからとりあえず水飲んどいた。ミカニャの日々の暮らしが心配になる。なんで、どういうこと。
アルコール消毒液誤飲すると急性アルコール中毒になるから注意し、アルコール消毒液誤飲するとかやばいな、やばそう。昨日ミカニャンと麻雀対戦あった、あ、ありがとうございました。当たったね。昨日ね、久しぶりに麻雀をしたんですよ。結構なんかミカニャン楽しいみたいなやつをやってくれとる人に当たって嬉しかった。勝ってごめんなさい。全然どのくらいまでやっとった、え、どのくらいまでやったっけな。でもとりあえず11時から30分くらいして、その後モバメ書いて送った後にまた1時間くらいしてたかも。ちょっとあんま覚えてないけど、ミカナちゃんと当たらんかったけど、ミカニャン推しの方人は多かった。嬉しい、嬉しいっていうかごめんやけど嬉しい。まあまたするんでね。またするんでみんなもしましょう。基本あっちでやっとるよ、1500の方。基本っていうかあっちでしかやらん。案内のマッチョって映画好き。そう、あれなんか方言で言ってくださいみたいな、なんか台本っていうかなんていうの、セリフのところにはちょっと待っててなーって書いてあって、待っててなーって言わんしなみたいな。で言ったらなんか自分のところのでいいですよって。方言燃えるマジで。ミカの関西弁が好きやな。ミカニャンのメールめっちゃいい感じです。嬉しい。地方なのに関西弁使ってるメンバーもいるけど、そうなん？でもあのその麻雀のさ、ボイス、ガイドのボイス、なんか声ボイスってかっこよく言っちゃった。声めっちゃ取り直した。で、あ、待って、ちょっと直ったのかな。あっ、いた、アイコンも初期のまま。そう、ちょっと変えてほしいなと思いながら。どうした、首なんか寝違えたみたいな。チヒーさんの可愛さ語り合いましょう。いや、語り合おう、語り合おう。本当に可愛いよね。いや、前から思っとったけど、
最近またまたっていうか改めて可愛いなって思う。アイアンさんが最近切りすぎるのにはどういね、やばいよね、やばいよね、一生見てられるもん顔。本当にあのあれよ、実物ちゃんと近くで見たことない方は本当に見た方がいい。写真写りがちょっと悪いんかな、悪いというかもう写真でも全然めちゃめちゃ可愛いんやけど、実物がもう50倍くらい可愛い。めっちゃ綺麗。まだ17ってやばいよな。これからどん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 綺麗になると思うと恐ろしや。レイコとミカナの服装の系統に似てる気がする。いや似てなくない、なんか、うん、黒が多いってだけやと思う。レイコちゃんの方がなんか闇可愛いみたいな感じじゃない、レイコちゃんは。ミカナはちょっとね、もうちょいなんかアメカジが好き。なんていうんやろ、昔のアメカジみたいな。黒み好きが読みかな、黒みちゃん別になんか一時期なんか言ってたけど別になんやね、誰かっていうとキティちゃんやし、まあ、うん、アミルもマリリンもとても綺麗ね、本当に綺麗、あの二人本当に綺麗。シロタンはねいるよ、シロタンのぬいぐるみが 1,2,3,3 匹、これが中サイズで、あ、違う、まだおるわ、あと3匹、6匹おる今この部屋に。でも実家にまだおる。これが中サイズで、このサイズでかいで、もう抱き枕サイズのが1匹ここにいて、ここにね、でこのくらいのその寝るときにちょうどいいのが一人いて、このくらいの手のひらサイズのが3匹おる。であのベッドに敷いとる何マットレス何やっけ敷いてるやつあるやん、あれも枕も白た、シーツ分からん。ミカニャンニャン、ミカニャンニャン、あなたでかいね、あなたも。メイク変えた、変えてないけど今日なんか光かな、いつもと照明、照明って電気のあれ違うから違うく見えるんかな。
でも今日画質いいんやろ。ちょっとあんま近寄りたくないけど、でも今日なんかね濃いかなって思った。自分で見て麻雀対局したいね。またやろうね。待って首どないした。じゃあテロップ書いとこっか。みんなちょっと心配するか。でもな、首痛めたって書いてもなわざわざ書く必要ないしってな。寝違えた？湿布貼っとる。湿布。あ。きっと。気にせんで。逆に気になる？湿布貼っとるけど気にせんでって書いて。まあいいや。シュウペイです。すいません勝手にやっちゃっていっぱい。ぺこぱさんすいません。みかなすぐさ好きな芸人さんのギャグやっちゃうんよね。もうパクリに頼っとるわ。あ、なんか湿布の味してきた口が。犬鳴き村見たよ。見ましたよ。あんま見たことないけど、いややっちゃうんよすぐ。みんなの前じゃなくて人と話してる時とか。ポップコーンは塩。ポップコーンはねキャラメルか塩かな。あ、天神コア閉店した。そうだ、いかなの青春がいつやっけ。3月いっぱいやったんやっけ天神コア。寂しい。もう閉店する前にあと1回行きたかったな。福岡なのに行ってたの。そう、山口県は何にもないからちょっと女の子聞いて驚け。あの山口県はウィゴーさえないんですよ確か。スピンズとかウィゴーさえもなくて、だから服買うのは通販か福岡か広島に行ってた。何にもないの。本当に田舎。島村があるじゃないか。そうし、島村とかもあるけど、だからさウィゴーとかスピンズってさ中学生とかの御用達じゃん。だから中学校中学生の時とか本当にね「ビブレ」も減って。ビブレってなんやっけ。ユニクロはあるよ。そうやから天神コアでお買い物しとったよく。大阪便利、大阪便利すぎてもう感覚が麻痺してきた。ユニクロって山口発祥。そう、うん、本社何なんか
うん、初め山口やったみたいな聞くね。将来は東京に住みたいと思わん。ミカノはもう一生大阪に住むって決めた一生大阪で生きるってね、ちっちゃい時から決めてた。まあ分からんけどな、気変わるかもしれんけど、今のところ今のところそういう気持ち。でも山口、老後は山口に帰りたいなとは思うけどね。大阪怖ない？怖、東京怖い。40歳くらいまでは大阪いたいかも。ロゴはスピンズ行かないだろうかな確かに。やっぱさ、老後は田舎の方が空気も綺麗やし、人と人とのつながりでなんか孤独死を避けれそう。山口は車ないと生活できない、確かに。まあでもな、うん、確かにな。リアルに奈良くらいが大阪にも近くて程よく田舎でちょうどいい。ああ確かに奈良いいよね。奈良好き。めっちゃ首痛。今日はねー、え、痛い首痛い。今日は21時まで映るけど、もうちょっとやな、もうやな。まだ15分くらいの感覚やったわ。でもね、痛い。あとで23時くらいからまた1時間するから、来てくれる？みんな見れる？23時から。しおりちゃんと、そうだよ、しおりちゃんと。あとでしおりちゃんと配信するから、見る？ありがとう。お腹すいた。今度沖さんともコラボして。沖さん距離したいね。でも広島まで。1時間くらいで剥がすんやで。え、なんで？そんなルールあるん？電話出演でもね、これ携帯でやっとるからないの、その機械が電話できるのが。次の配信どっちのルームでやるの？どっちやろ、わからん、まだ。けどまあどっちかやから、どっ
両方フォローしてたら多分通知いくと思うからお願いします。ゆなこ元気、元気やと思う。こないだ LINE したよ、めっちゃ久しぶりに LINE した、ゆなこと。お腹大丈夫、お腹大丈夫。そう、ゆなこおじさん、あのね NGT さんの対馬ゆなこ、本当に可愛いの、本当に可愛いよね。画質はいいからミカニャンルームと予想。そんな画質いいん？いちいち。なんか昔ミカニャンに食べ物送ってくれた。そう。ユナおじは、ユナコおじさんはミカニャンに食べ物を送ってくれたことがあります。そう、ツナマヨ。もう親かと思ったわ。iPhone11 の画質いいね。ああ、そう。そっか。やからが出演かな。おきちゃんとゆなこの3人のイメージあるわ。本当嬉しい。3人でよく喋ってたな。懐かしい。最近お菓子食べとる？あんまりかな。その前ほどは全然。 iPhone11 11って読み方合ってる？これ 11?11? のインカメって顔が伸びて見えるという噂。そうなん？伸びて見える？いやや伸びて見えるんかな、どうなんやろ。伸びて見えるかな。もうさ、鏡で見る自分がなんか嫌や。ミカニャンの声好きやわ。ほんとこんな低い声。優しいねみんな。おきぽ高校生の時の初めの頃チョコレートで釣ってきたんやっけ。そう、おきゆかはみかなになんか喋りかける、何あのなんていうのためにチョコレートを渡してきて、チョコレート好きみたいに言ってきて、好きって言ってもらって、そう後日みんなに配ってた。チョコレートおばさんやったわ。でも全然それで話、それで仲良くなったわけじゃなくて、普通にそれがなくてもミカナは多分話してた、話自分から言ってた、もし来られてなくても。顔めっちゃ好きなんよね、おきゆかの。いたたた。人見知りせえへんのミカナ、あんまりね、その時せんかったんかもな。いや、してたんかな。でも多分みんなが思うほど人見知りじゃないと思うミカナ。今どんくらいで燃えてるか知らんけど、人見知りなんやけど、やばいくらい、もう多分ミカナ
本当になんか結構トップクラスの人見知りなんやけど、でも思うほどじゃないと思うよね意外と話しかけれる。いや本当に人による、人とその場の環境と周りによる、人による。なんかでも初めて会う時、あ、初めて会った人には話しかけれるけど、小島キャプテンとのエピソード好き。何のエピソード、なんかあったっけ。そう、初めて会った人には話しかけれるけど、あのだんだん無理になっていくんよ話しかけるの、まあ、人それも人によるんやけどね。もうめちゃめちゃ仲いいを超えたら全然もういけるんやけど、顔見知りとかちょっと話したことあるくらいが本当に無理なんよ。あ、靴間違えてたやつか。そう、ちょっと知らん方のために言うと、公演の時にね、その衣装ごとに靴も変わるじゃない。それでコジリンさんが一つ前の衣装のまま出ようとしてて、その上は着替えてね、靴だけ履き替え忘れてて、それをミカノは結構近いから、着替えが隣の隣やから気づいてたんよ。でも声かけるタイミングを失ってしまい言えなかったっていう。いや反省してるよあれは本当に。マリナさんが服のデザインするのに話しかけても塩対応で困ってた。え、そうなん。うわうわ、あった、そんなあった気もするけど、そんなこと思わせてしまっていたのか。失礼やな、ミカの本当に本当に失礼なんよな、人見知りって言い訳して。直すわで直せたら困ってないんやけどな。いて勢いよく見えた、勢いよく見えた。あ、ちょっとリモコン見えた、恥ずかしいあと3分でスクショタイムとかした方がいいかな。いる？需要ある？喉乾いた。ちょっと湿布剥がしてスクショタイムするけど、これ剥がしたらもったいないかな、もう使えんかな。でもさっき1時間で剥がせって教えられたから、あいつもう剥がすのでさえ痛い、全く痛くないはずなの。見て、じゃあこれを、うわー、人間の温かみを感じるこの湿布から。じゃあこの湿布を私はいくらで売ろうかな。オークションいくらで買いますか。よし、スクショタイムしよう。いりませんだと、この私が皮膚に1時間つけていた湿布をスクショタイムします。痛え、首痛え、なんか皮膚まで痛くなってきたんやけど。うわ、メカナさ、肌めちゃ弱いからさ、これかぶれたかある。でもこれ肌に優しいって書いてあるよ。スクショタイムするのでポーズをください。赤くなってるよな湿布ポーズ。じゃあ湿布と
はい、どうぞ。アイスノンって何？シロタンとツーショット。でけえなお前な。お前でけえな。いいね。小顔効果狙えるね。やばいやばいやばい。よいしょ。ぶりっ子。5番目の返信ができない。なんで？はい、じゃあランキング読みます。13位マリア超ガチ恋ひさひさひひさひさてん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 3。12位エレンちゃん。11位ケンちゃんハートミカナさん。10位シャドウさん。9位日本橋のケンさん。8位金魚さん。7位おっくん。6位カズノブさん。5位ワオジーさん。4位サーカちゃん。3位ウチキチ。2位アキララ GT さん。1位山本ルーンさん。ありがとう。わあかわいいかわいいギフトが来とる。そんなものもあるのね。ありがとう。いて。それでは皆さん、23時からよろしゃっす。また来てください。おしゃっす。お腹すいた。バイバーイ。さよなら。ありがとう。